はい、皆さんこんにちは、マイクラをやっていきましょう。今日はですね、ネザーへ行ってブレイズロッドをゲットしに行きます。ただですね、皆さん僕の話を聞いてください。ネザーというところは本当に恐ろしいところですね。ちょっとパンを持っていきましょうか。これぐらいね。でちょっと今食べまして、食べてるところを映しまして、前向いてですね、ネザー行きます。でネザーゲートをね、あそこに作りました。近くにクリーパー様がいらっしゃいますけれども、ちょっとこの人は誘導してね、ほらこっち来い、お前に爆破されるとめんどくせんだ、ほらほらほら、こっちやな、もう疲れてんだよ。ここにねネザーゲートを作りました。でね、このネザーゲートがどこに繋がってるかっていうと、はい、というわけで、まあ、当たり前なんですけれども、ネザーにつながっておりまして、ここはですね、僕が以前訪れたことのあるところでございます。っていうか、そもそもこの世界は一つしかないんですかね。なんかね、そんな気がしますよ。これ前と同じとこだから、ちょっとね、あの入り口は違うところに作って、なんかこの入り口も違うところに出現しているような気がします。はい、でなんでね、恐ろしいところかって申し上げますとですね、ちょっと進みながら行きましょうか。もうね、こんなになってるんですよ。こんなになってる。もう十分にネザーの恐ろしさを味わいましたから、どんな感じだったかっていうと、こんな感じになっております。さあ、やってまいりましたよ。懐かしいですね。なんかこの辺のやつとか見覚えありますね、こっちとか。早速行きましょう。ただ今回はしっかり、迷わないようにちゃんと目印を立てていきましょう。というわけで松明のお出番、うん、というわけでこんな感じで置いておきましょう。元気元気元気にやってる。2016年になりましたけれども、引き続きね、今年もよろしくお願いいたします。まあ、あんまね、このネザー絵はそうそうやってこないと思いますけど、これからいろいろやっていこうと思ったら多分お世話になるんでしょうね。で、あそこにね、あるんですよ。近いんですよね、ここね。すごい便利です。何、もう撃ってきた。早いよ、ちょっと待って。まだまだまだお許しは出てないぞ。え、まずい。燃えた。死ぬ、僕死ぬ、どっち死ぬ、よくわかんない。あ、おい、ちょっと待って、打ち返したじゃん今。ただ落ち着こう落ち着こう、落ち着きましょう落ち着きましょう、リスポーンします。まずその防具とかを回収しないといけ、あそこにある。あ、マジ、嘘だ嘘だ嘘だ、ちょっと待ってよ。そんな活発になっちゃってんの君たち。マジ、ちょっと待って、一旦これを回収しまして、回収させて回収させて、いっぱい、待って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 、落ち着こう落ち着こう、話し合えばわかる、話し合え。また今シューシューシューって落としてる、シューシューって落とした。あった。で、まず松明回収。でこれこれこれ、なんか防具拾った、防具拾った。で、武器がないので、武器がないので、この人たちからは逃げないと。あ、いっぱいある。あー、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。行く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 、もう行っちゃえ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 、行く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 。ただ行ってもだよ。行っても武器を持ってないから、ブレイズ倒せないよ。ただ一応行こう一応行こう一応行っとこう。あ、いきなりいたいきなりいたいきなりいた。なのでこいつをもう倒せ、こいつをもう倒。待って、ゾンビピックマン無理。このブレイズだけが僕は目当てなんだ。お前だけが。はい、というわけで皆さん分かったんじゃないでしょうか。で、僕もですね、前回ネザーに行った時からいくつか経験を積みまして、まあネザーぐらいちょろいっしょみたいな感じで行ったんですよね。そしたらそんなことはなくてですね、僕がまあだいたいゾンビから手に入れた装備なので、そこまでコストはかかってないんですけれども、それでもね、射撃ダメージじゃない、なんだっけ、あの飛んでくるもののダメージを抑えるやつとかで結構使ったんですよね。あのエンチャントのレベルみたいな、それがねパーになりましたから、パーにおじゃんしました、全部おじゃんしました。なのでね、こんなね、もう道まで用意しちゃって、帰り道も分かるようになってる。素晴らしいですね。やっぱね、人っていうのはこうやってね、挫折を味わって、成長していくんじゃないかなと思います。というわけで、まだあいつがいるとめんどくさいので、かなりのね、屍を越えてですね、ここに来ました。というわけで行きましょう。
ね、で前ね来たから覚えてると思うんですけれども、ここにネザーウォートがあるんですよね。これパクってった方がいいんですよね多分ね。これあれ、あ、パクれますよね。これなんか使うんでしょこれ。なので今回ねこれを盛大にパクっていきます。はい、でこっちにもあるのでこれもね盛大にパクっていきましょう。 OK、 完璧。え、そう押したら次はですね中に進んでいくんですけれども、多分ねあのブレイズ、金色のなんかメラメラ燃えている人会ったことあるのでもうすぐそこら辺にいると思うんですよ。でこれは、これはちょっと、あ、石ブロックを持ってくるの忘れた。だからちょっとこっちにつけといて、どこだ、いやピックマンさんではなくてブレイズ様なんですけど、ブレイ、あれ前ここ来た時こんなんなってたか。こっちにまっすぐ行くと、待って待って、ちゃんとやっぱ左側に置いてこう、左側に置いていきましょう。ダメですね、ちゃんと左側に置いてこうね、迷うから、迷いますから僕は。ブレイズはなんかスポナーから湧くんですよね。でそのスポナーがないと湧かないみたいな話を聞きかじったのですが、こっち行ってみましょうか。おおおお、びっくりした、びっくりした、攻撃するとこだったわ。お、いた、いたか、いたか、ブレイズ、ブレイズ先生いました？なんかそれっぽいの見えましたね。で、3体とか来ると非常にめんどくさいので、1体だけ、あれ ?1 体だけおびき出すみたいなこと、わー、わい、わい、危ない、危ない、危ない、死んだと思った、死んだと思った、ただ、あ、ツルハシ持ってる、あ、結構死にそうだが、ツルハシ持ってる、ちょっと待って、ネザーウォートこの辺に置いて、ツルハシ持ってるから、あのね、死んだと思った、ちょっと危ない、終わった、生きてて、やっぱ生きてるって素晴らしいな。暗いですね、ちょっと待ってください。松明がもうない。あ、プレイス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 、Are you okay? Are you okay? Are you okay?なんで、なんで、なんで、ちょっと待って、帰る、一旦帰る、こっちにおびき寄せるとかできないの。なんで今矢を放てなかった。あ、あ、そうか、あ、間違ってた、ボタン間違ってた。え、体力回復させてもう一回行こう。どこにいる。でもあんな近くにいたら剣で殴った方がいいか。いるね、そこにね。で、なんか火をまとってるので、さあやってもらって、ちょっとお前邪魔だ、どけ、お前邪魔、そんなさ、おー、待って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 、これあのゾンビピックマンさん、僕が攻撃したことにならないですよね。大丈夫だよね。おい、どいてくんねえかお前。あ、ブレイズ先生が、ブレイズ先生が飛翔なされた、飛翔。ブレイズ先生はどこ行った。貴重なブレイズ先生、あれ、貴重なブレイズ先生がいなくなっちゃった。ブレイズさんまた私のところへやってきて、あ、なんかメラメラしてる。いた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 、ほい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 、やったー。あれ、ブレイズロッド落とさなかった。でもあいつがいるってことはどっかに、あー、いたいたいた、どっかのそのブレイズのスポナーがあるんでしょ、向こうにあんのかな。待って、変なスケルトンの偽物みたいなやつ。あ、まずいまずいまずい、火を吐かれたので一旦退避。ちょっと待って、この辺歩きやすいように整備しておきましょう。待て待て待て、あ、待て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 、何の音だ、どこに何がいらっしゃるのだ、どこに何がいんの、この音は何、ガスト、違うね、これブレイズだね。待って、ブレイズロッド落とせよ、壁の向こう側か。ちょっとこっから来いよ、ほら、むしろ来い。まずい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 、火がついたので逃げます。ちょっと、ちょっと待って待って待って、あ、死ぬな。おー、で、パンを食べる。で、ブレイズ先生、ちょっとこっちから来てくださいませんかね、こっちに。ブレイズ先生、キンキン、待って、これ壊すわ、邪魔だから。よし、今がチャンス、袋小路、ブレイズロッド来た、しゃしゃしゃ、帰る帰るわ、もう帰る、一本でいいから、一本でいいから帰る帰る帰る。あー、よかった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 、ほんとよかった、ほんとよかったよ。で、なんかそのスポナーとかを見つけたい気もするけれども、ちょっと一旦帰りましょうね、せっかくブレイズロッドゲットしたから。今あれですね、実績も解除できたね。どれだ、これか、これだ、ブレイズロッド手に獲得済み。で、ジエンド、これあれか、そのエンダードラゴンがいるところか、ジエンドっていうのは。いつか行ってやるからな、待ってろ。あー、よかった、本当に本当によかった。で、なんかね、そのブレイズのスポナー、スポーンブロックが、それを使ってまた経験値トラップを作る。あ、上に行けんのこれ。うん、欲張らないで帰ろうと思ったけど、ちょっと上に見たいな。ちょっと見せて、何があんの。あ、これで終わりか、これは。なんかダンジョンが続いていたら僕では今行ってしまいそうなので、よかったね、一旦帰りましょう。ブレイズのスポーンブロックを使って経験値トラップを作るとかなり稼げるという記述を見つけましたので、
本当なんですかね。それいつかやりたいなと思いますけども、今の僕はとりあえず醸造、あ、わい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 、あそこにいるぞ。醸造ができれば構いませんので、この一本を持って帰りたいと思います。ダッシュで帰るかもね。あれ、帰ろうね、帰ろう帰ろう帰ろう、欲張ってはいけない、1本あればいいんだから、ブレイズロッドはね。よし帰ろう帰ろう、帰ります。はい、で、ここに入ればね帰れるんですけど、なんかねちょっと僕のネザーゲートか、これがバグってまして、なんかこれを出るとね別のとこ出ちゃうんですよ。ちょっと行ってみますね。入り口じゃないとこから出るんですよ。でんでるほらほら。でなんかですよ、これ僕は別にここにねネザーゲートを作ってないんですよ。これも作ってないし、これも作ってないんです。なんかね最初はここに出ちゃって、え、どこやんこれってなって、あれがあったから分かったものので、これ一旦消したんですよ、ここから出たくないから。そしたらねまたここに作られたんですよ、ネザーゲートが。これ何なんですか、これ勝手にできるんですけど、バグかなんかなの。なんか自分でさ、ネザーゲートを作って、そのネザーゲートで距離を短縮するみたいのは皆さんに教えてもらったから知ってるんですけど、あのねネザーゲートは僕が作ったやつじゃないんですよ、勝手に生成されたんです。なんでなんでしょうねあれね。ちょっとわかる方、ご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。で、ブレイズロッド手に入れましたので一旦帰ります。はい、というわけで、ブレイズロッド持ち帰りましたので、ちょっと今石を持ってきました。これを使って、醸造台、あ、何これ、ブレイズパウダー、何使うのこれ、気になるけど一旦置いといて、醸造台を作ります。これですね、簡単ですね。いきます、ドン。はいよ。でこの醸造台をどこにセットしようかしら。ちょっと一旦この辺に置いときましょうか。ポン。あ、でこれを使って治癒のポーションと、これね、もう一個あったから、これと、火薬が必要だっけ。火薬さ、なんか持ってんな。あ、持ってますね。これを使う、醸造するの、ちょっとよく分かってないんですけど、なんか本当はもっと手順がいろいろあるんでしょ。なんかこれを作るのにも、なんかとなんかを混ぜてこれができて、それをさらに、この火薬と混ぜてスプラッシュ化するみたいな話ですよ。これどこに置くの、ここ。え、始まった、これもうなんか動いとるな。え、これで違うやつできたらどうしよう。治癒のポーションまた作んなきゃなんだよ。あと少しでできますけど、何ができるの。ドンジャラホイ、え、いくぞ、ペン、スプラッシュ治癒のポーションだから、お、町の薬屋さんになった。皆さん薬は僕のとこで買ってください。できたよ、スプラッシュポーション。でこれを、持った状態、今 やるとやばいからちょっと待って。で、ゾンビが固まっているところに投げつけると、わーってなるんでしょ、わーって。じゃあちょっとですね、それやってみましょう。今日それやって終わりにしてみましょう。というわけで前のところに戻ります。はい、というわけで、ちょっとお昼ご飯を食べてですね、このゾンビワキワキ状態を1時間ほどやってみました。で、この状態でですね、ここにさっきのスプラッシュポーションを投げればいいわけですね。はい、やってみましょう。ちょっと音が遅れてくるので、まあ PC が若干重くなっていますが、ゾンビはねそんなカクカクせずに登っているので、そこまで重くならないかなと思います。あとね1時間ぐらいしか放置してませんので、まあ言ってもそんなゾンビいないですからね。いきますか、初ですよこれ。いきますよ、これ右クリックすればいいんだよね。いくよ、いくぞ、えい、うわー、なんだこれ、どうなってんのこれ。経験値お化けになってる。うわ、なんも見えねえわ。あ、やばい、フレームレートが1しか出てない。これはダメだ。僕のね、録画環境では左上にその今のね、録画状況のフレームレート出せるんですけど、1しか出てない。これはね、カクカクどころではない。いつ終わんだこれ。あ、でももうレベル20だわ。フレームレート2まで上がったけど、これすごい、すごいね、これは。全然終わんねえ。フレームレート2だからこんなの、ね、ほぼ静止画みたいなもんですよ。で順調にレベルが26に上が、速くなってきた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 、フレームレートも上がってきた、フレームレートも上がって 20fps 超えましたよ。お、30超えましたね。
こっから普通に見られます。それでどんどんレベルが上がっていく。レベルが30にそろそろ到達しました。おめでとうございます。しかしまだ経験値をむさぼり食っています。高橋くん、いつまで食ってんだ。いつから高橋くん経験値お化けになっちゃったの。終わんねえな。おお、もう 60fps に戻りましたね。ちょっと視点切り替えてみましょうか。あーあー、ダメだ。おい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 、ブラクラ、ブラクラじゃない、軽くちょっとなんか目に障害をなんか起こしそうですよね。終わるか、そろそろ、そろそろ終わるのかな。終わらないね。え、1時間でこんなレベル上がりましたっけ。あ、そろそろ終わんじゃない。これちょっと視点切り替えてみましょう。いやー、あ、結構ね、間が見、あ、終わった終わった終わった、終わりました。ありがとうございます。というわけでレベルが39になった。で、あ、そんなこの辺は溜まってないですね。おっと、水中呼吸にダメージ軽減。ほうほうほう、なるほど。これはまあ便利と言っていいのかな。まあ PC が非常に重くなるので、ちょっと録画している時には何とも言えない感じになりますけれども、普段ね、まあ、レベルをサクッと上げようと思ったら、まあ、これの方が楽か。そりゃね、こんななっていちいちカチ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 やるよりは。これさっき自分でやろうと思ったら15分ぐらいかかる。15分は言い過ぎか、10分ぐらいかかりますからね。なるほどね、すごい。はい、というわけで皆さんですね、やっとスプラッシュポーションを使ってゾンビを一度に倒して経験値をむさぼり食うみたいのがやっとできました。はい、で拠点の方に醸造台を作りましたので、ちょっと次回はこの醸造を掘り下げてみましょう。というわけで、なんか醸造のちょっとお勉強をしてきて、素材とかが必要だったら集めてきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。